はい、どうも皆さんこんにちは、つよこといもです。ということでね、今日も一日一緒やっていきましょう。えー、今日は2019年の12月22日の日曜日でございますね。はい、えー、まあ、今日は昨日言った通りに、えー、昼バイトがありまして、まあ、疲れたんですけど、そこからですね、今日はあのー、今ちょっとまた夜、まあこんな遅い時間になってしまってるかと言いますとですね、ちょっとあのー、はい、えー、M1 グランプリ2019ですね、やはり、えー、僕もですね、まあ、前 何回か動画で言ったことあるんですけど結構お笑い見てましてその何て言うんだろうな m 1ももうかなりもう1年の中でもう一大イベントみたいな感じで見てるんですけど毎年はい今年はですね、えー、ギャオの方で3回戦から配信されていたので3回戦から全部見てるんですけどもはいえー、撮りましたねまあ、あの結果はもう分かってると思うんで言っちゃいますけどミルクボーイさんねはいえー 3回戦のネタがですねあのねもうあそこで初めて見た人がね多分多いと思うんでもう衝撃だったと思うんですけどあの。 コーンフレークのね。はい、ネタでございますが、もう3回戦の時からもうあこの人たち面白い。でも素で知らなかったので、なんかチェックしようかなと思ってたら、もうそのうちにどん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 と優勝まで行ってしまったという感じで、もうこれからまた応援していきたいなと思います。でもですね。やっぱり決勝残った。10組。まあ,あの敗者復活から行った和牛を入れての10組。やはり面白かったですね。敗者復活の方は僕は4000頭身。 はいファンなんでちょっと応援してたんですけどまあね残念でしたねでも、えー、和牛もすごい面白くてねもうずっと終わらせていただきましたということでそんな、えー、ホットなね気持ちのまま、えー、今回もやっていきたいと思います、えー、今日はですねちょっとねあのー、前置き長くなっちゃってすいません、えー、今日も CD 紹介ということで、えー、前回、まあ、昨日の動画でですね言ったんですけど、えー、次回は EXILE ではなく、えー、ちょっと 特集というかちょっと変わった c ーを紹介しますって言ったんですけど、まあ、エグザイル関連ではあるんですけどね年代順でいってるのでこの c ーになります、はい、ちょっとこれがまたね複数枚あるんでちょっと見せ方がねどうしようかなよいしょ多分ねこれがサムネになるんで綺麗に撮らないとこんな感じはいサムネサムネ用はいということでこんな感じですはい えーまあ、こかからいいかな、はいえー、グレイエグザイルで「スクリーム」という、はい、CD でございます、まあ、3形態あるんで1個1個また紹介していきたいと思います、はい、まず1個目1個目がですねこれが一番まあ皆さんが手に入れやすいものになりますねあグレイさん「<laughs> あなたに会えたこと」ということで、はいえー、まずはこちらグレイエグザイルで「スクリーム」の 通常版でごといいましてもですねなんとまあこれ後ろ見ればわかるんですけど d、えー、CD のインバンというものは存在してなくてですね、えー、3個全部が、えー、CD+DVD ディスクが2枚入っている感じになってます。はい、まあ、こんな感じで、まあ、エグザイルの6人とグレイの4人ということでがこう表ジャケットと裏ジャケットにまたがって配置されているというかそういうデザインになっております。 これはです、ね、2005年の年間ランシングルランキングでもトップ5多分5位だったと思うんですけど、まあ、僕の記憶が正しければねあの5位ぐらいになったの曲なので結構多くの人がお持ってると思いますこちらのシングルですね、はい、えこちらが CDCD CD はですね「スクリームだけです、はい、こちらのシングル曲「スクリーム。まあカップリング曲とかはなしですねあのインストゥルメンタルとかもね入ってないっていうのはちょっとエグザイルの関連作品では結構珍しいですね でこちらもですね、えー、DVD なんですけどスクリームの PV だけです、はい、しか入ってないですであ裏はこんな感じね裏、まあ、ここをこう取るとなんかこう全員見れるみたいな感じになってます、はい、あんま撮りたくないんですけど結構戻すのめんどくさいん、ね、<laughs> でで歌詞カードをなんか開いてみますとなんとここで、ね、ちょっとね嬉しいですよファンには、えー、サインの、まあ、写しなんですけど一人一人 写真の前にサインが書いてありますグレーのファンにもエグザイルのファンにも嬉しいということで「スクリームという曲なんですけどもこれはですねえ作詞を、えー、エグザイルのシュンそして、えー、グレーのタクロ u さんですねあのギターのタクロ u さんなんですけどもで、えー、ミュージックあの作曲をタクロ u さんということであ俺映ってなかったまあい,いやで、えー、ここにいろいろねあのクレジットが書いてあるといった感じになってます。はい まあ今日歌うのはね必然的にグレーグザイムスクリームになりますねいやーほんとね M1 の余韻がねすごい残ってるんですけどはい次、えー、会いたいからはいえー、こちらですね全く一緒やんって思うと思うんですけどまあ僕もこれだけ見たら思いますはいまあ、こっちがえさっき紹介したやつこれが今から紹介するやつなんですけどこれの何が違うかえー、外見は全く一緒ですはい なんですけど、まあ、ここねすっごいちっちゃい文字なんで分かりづらいというかもうボケてて分かんないと思うんですけどこちらですね DVDDVD DVD のスクリームの下にですねメイキング映像収録と小さく書いてありますまあこれはですね、えー、通常版の初回版という感じですねまあ意味分かんないんでしょうけど <laughs> 通常版の初回版ですはい、まあ、こちらも CD は内容全く同じでございますスクリームだけですねでこちらの DVD がちょっと違う感じになってます あの他の他ね写真とかそういうのは基本的には一緒です。はいその DVD にメイキングが入っている、まあ、つまり DVD の収録時間がちょっと長いといった感じでしょうか。でですねこれね切れちゃったんですよ帯多分結構前に買ったやつなんで買った時だと思いますけどではいこれもまあ、中身は一緒ですね多分広告がはい広告入ってましたこれが当時の広告ですね。はい 告とこれがエグザイルのちょっと次ちょっとネタバレやめてルルルルルルル、はい、エグザイルの次のシングルのなんか広告が載ってますそして ABEX ポイントですね、はい、そして、はい、開くとまあ中身は一緒ですもう一回見せておきましょう写真でねって感じですはいスクリームの歌詞も載ってますここはクレジットということでこんな感じですねそして最後3枚目に紹介するものが一番レアといいますかまああの 入手困難ななものになっておりますこちらの初回版がですね確か40万枚限定から30万枚限定どっちか忘れちゃったんですけどそんぐらいだったんですねでまあ通常版は普通に売ってますよみたいな感じでだからまあ何て言うんだろう初回版のこれがなくなったら通常版に切り替わるみたいな感じですかねそしてこちらが一番レアなものになりますはいこちらがグレー具材のスクリームもちろん作品名は一緒なんですけども もこれは他2つと違ってジャケットがもう全然違いますねちょっとこっちの方がなんかレアな感じ出てると思います、えー、こちらは5万枚限定ということでかなりレアなものとなっておりますこれ持ってる人は結構少ないんじゃないかなっていう感じです裏はこんな感じちょっと笑ってるみんなかわいいはい「グレーってねちょっとねなんかかっこいいイメージあるんですけどこのね CD というか この作品だと結構可愛い感じがちょっと見えます、ね、で、えー、こちら収録内容はですね一緒です。はい、CD も、えー、スクリームだけ例えば何か別バージョンが入ってるとかそういうこともなくえしかもですね DVD 全然つっつかないだしかもですね DVD は、えー、メイキング入ってないバージョンです、はい、残念ながら、はい、初回版じゃなくて通常版の内容となっておりますだからですねこれを買った人もですね基本的に全部見たいという方はメイキング入ってる初回版を買うことになりますね。はい で今ちょっと取れちゃったんですけど、これ帯ですね。はい。で、どうしよこれもさっきと一緒の中身は一緒の広告でーす。はい。でこれねちょっとあの当時の新品っぽいやつグレイエクザイのスクリームなんかついてるここら辺についてるシールですね。はい。でもえっと多分ここにほら5万枚限定スペシャルパッケージって見えねえな。<laughs> あのここ,こはいこれ。 <laughs> ピント合わねえじゃねえかはいということでねはいこんな感じです中身は、えー、ちょっとねこう折れるところがなくなってましてちょっとこうジャケットの感じも作りも違ってます、えー、裏にカシ,カシが載ってる感じになってます、はい、ということでねいやー すすごかったですね M1 <laughs> いやなんかこれこれねもしねなんか3年後とかにこの動画見たらねなんか何のこと言ってんだこいつってなると思うんですけど本当にすごかったんですよ2019年の m 1ぜひ見てみてくださいということで今日はですねまあ、今紹介した「スクリーム1曲だけですので入ってるのが「スクリームを歌わせていただきたいと思います。えー あれだ参考価格と定価だ。えー、とこちらが通常版なんですけど、えこっちが1080円。あ違ちがうそ、ちょっと高いわ。DVD 付きだから、1580円で。こちらも1580円で。全部1580円なんですけど、これもね、はいまあ、定価はもちろん一緒です。内容が一緒なので、でメイキングはもうおまけという感じですので、はいえー、定価は一緒です。そして、えー、僕はですね一番最初に買ったのが多分これです、はい。一番最初に買ったのはメイキングがついているバージョンですね。はい、こちらを多分 なんか中古屋で100円ぐらいで買ったと思います。はい。そしてえー、次に買ったのがえー、こちらです。はい。えー、通常版ですね。これなんかねあのー。 普通にこれだと思って見て今いくらで売られてんだろうななんつってこれ見てあ100円かっつって戻す時にあれちょっと違うなってなってよく見るとメイキングって書いてなかったからあれなんだろうと思って調べてみたら通常版というのが別にあるのが判明してあ違う作品なんだってなって外見は一緒なんですけど買いましたこちらも100円ぐらいでしたね、はい、そして最後のこれなんですけどこれがねあの一番 レアということでこの,その調べた時にもう1種類あるということも発覚したのでこれずっと探してたんですけどなかったんですよはいで、えー、もうこの2つを買ってから1年弱ぐらい経った後にですねネットの方ではい、えー、見つけましてこちらは、まあ、もうちょっと高かったかな200円か300円ぐらいで買うことができました正直ちょっと半信半疑だったんですけどね写真がなかったんででもちゃんとこれが届きました、まあ、内容としてては知ってるものなんでまあ,あの <laughs> 普通の感覚から言ったらいらねえだろうって感じなんですけどやっぱ写真ねこのプレミアムパッケージということでちょっと欲しくなってしまうっていうのはやっぱ男の男のというかファンのねさがなんじゃないでしょうかちょっと待ってリモコンをなくしたはいマイクをねなくしました大切なということでグレイエクザイルということでねあのー、あっ そうなんですよいつもグレイさんの曲って一回もまだ歌ったことないんですけどあのこうやって出す時にねグレイさんの曲 BBZU とウィンターゲーム歌ったんですけどこの出す時言って歌ってなかったねなな、うん「たまらく注ぐ愛の名をはいっていう感じです。ということで <laughs> 3曲ね、あのーまあ、あと何曲か分かるんですけど、まあ、そこら辺にしときましょう <laughs> あんまグレイさん聞いてないんでね。はい、ということで今回歌うのはエグザイルの「ま l、あ なんて言ううだろう枠でいってるのではいグレイエグザイルのスクリームということで g、はいえー、グレ y のね、あのー、テルさんね、あのー、ボーカルのテルさんですけどボーカルのテルさんのパートもあるんでちょっとこうドキドキなんですけど頑張りたいと思いますちょっと危ないかもしれないので貸しカ一応持っときますでも見ないように努力はしますということで、えー、歌わせていただきたいと思いますそれでは聴いてくださいグレイエグザイルでスクリームですお願いします 掴んだこの先に光が見えるなら どうして先を急ぐことがあるの天高くかざした二つのこの胸は痛みも知らずに来たわけもない Still don't I look for 世界が世界を欺いても Dream to be ある日君だけを守りたい時を越えて人争いを繰り返す繋いだ人も救い切れてしまう どんな世界苦しみを絶やさないように月だけが過ぎるどこへ行けば痛みは消えゆくのだろうか見上げた闇に思いを捧げるなら何を描きこの世に生かされるのだろうかまた終わらない 「頭の中で薄れてゆく」「あの日の記憶取り戻せたら」「僕らの未来変わるのかな」「今守るべきもの、yeah、はい。 っていう感じでした途中でね全くどこに飛ぶか分かんなくなっちゃってはいなんかこの曲どんどん盛り上がっていく感じの曲なんでやっぱり何て言うんだろう一番だけで終わるのを忍びないななんて考えたらねなんかどこに飛ぶか分かんなくなっちゃって本当にどこへ行けば痛みは消えゆくんだろうかって感じだったんですけどちょっと今からちょっとどっか旅に出ようと思いますということで通行でした、えー、またね最近ちょっと長い動画多いんですけどはい今度が少しでもいいなと思ってくださいましたこ高評価ボタンをつけチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそして Twitter のフォローもねよろしくお願いします レーコーというレベルがあります。そちらもぜひ,ぜひチェックしてあげるとありがたいです。ということで、あ、はいえー、明日からまた学校が始まります。えー、明日は、えー、そうですね、年内最終日となるんですけども、まあ、しっかり一日頑張っていきたいと思います。はい、明日はバイト内容で多分動画出せると思います。クリスマスも近いですね。なんかこう、クリスマスにできたらいいななんて思ってたりもするので、はい、ぜひ、えー、期待して待っていただければと思います。ということで。 はあ、本当に今はすごかったな。<laughs> なんか今日そればっかりですね。すいません。はい、ということで、まあ、見てる方には関係ないんでね。はいえーまあ、そんな筒つ横つこの一日でした、はいえー。また明日からも頑張っていきたいと思います。えー、それでは、えー、また明日の一日一緒にお会いしましょう。筒つ横つでした。最後まで見てくださってありがとうございます。バイバーイ。